ね。今日はごったにしましたね。関東風をおでんにしようとしたんですけどね、ダメです。なんか味噌汁の中にいろんな具材が浮いているような感じになりましたね。じゃあ食いますかね。じゃあブランデーでまずは乾杯させてもらいます。いただきます。なんかぶどうジュースの味がするな。はい、じゃあちょっとね、何からいきましょうかね。じゃあこの一番浸ってるね、これお揚げからいきます。いただきます。うん、うまい。キャロットですね。いただきます。まあまあまあ、うん、じゃあ次はこれ練り物はんぺんちゃん、いただきますね。熱っ。おお、うん、熱いよこれ。じゃあこれも食ってみましょうか。じゃあ食ってみますね。はい、わかめご飯です。はい、うまい。うん、うまい。あのね、わかめご飯とこのねタラコ相性合うんですよね。ちょっとバラしながら壊してもらいますね。あー、うまい、うまいに決まってるよ。うん、うまい。うん、うん、おいしょ。うん、ぶどういただくね。うん、皆さんもね、ぜひね、わかめご飯にたらこを入れてね、食べてみてくださいね。はい。あ、近況ですけどね、アポ屋台のね、隊長さんね、なんか回復も早くね、はい、またね、復帰のね、日がね、近いんではないかというね、そんなようなね、こと言ってました。じゃあこれね、はい、スーパーで買ったね、はい、お勤め品、2割引きのやつです。これをね、はい、ちょっとね、僕は酢が好きなのでね、酢を多めに入れたね、タレでね、食べてみますね。じゃあいただきますね。うん。こんな感じで、入れますか？うん、肉餃子なんですね。うん、うん、ちょっとね、見づらかったらごめんなさいね。ちょっとつけたら見やすいかな、こんな感じでね。はい、いただきます。うん、うまい。ちょっと味噌汁入れながらね、味噌作ったのね、今日のこのね、豚の部分で食ってみたいと思います。うん、ちょっともともとね、この料亭の味の味噌っていうのがね、甘口なのかな。うん、美味しい。ちょっとピリ辛風にね、ちょっと買ってきたキムチも入れてみたんですけどもね、全然辛くありません。はいはい、じゃあそういうことでね、お恥ずかしいながらもね、はい、アポ屋台の隊長がね、お休みの中の大根をね、卓球のね、アポ屋台隊員卓球の配信、これでおしまいにしたいと思います。では、ごきげんよう。